円形劇場インストリバーパークはニューヨーク市公園局の一部でありマンハッタンのロワー,ーイーストサイドに位置する57.5エーカーの公共公園である公園はイースト側に沿いモントゴメリーストリートから12丁目まで FDR ドライブの東側にある南の入り口はマンハッタン橋とブルックリン橋の良い眺めを誇る園系劇場は1941年に グランドストリートのすぐ南に建設され、改装されて、パフォーマンスにしばしば使用される。公園は、フットボール、野球、サッカー場、テニス、バスケットボール、ハンドボールコート、ランニングトラック、イーストリバー、クリーンウェイの自転車道を含んでいる。釣りは他の人気のアクティビティである。公園は、ウィリアムズバーグ橋によって2分される。イーストリバーパークは、 ロバート・モーゼスによって1930年代初頭に公案され1939年7月27日に開園した。これ以前、イースト川の川西は活気のある船積み場であり、後に市内で最も貧しい移民が多く住む地区となった。公園はロワー,ーイーストサイドで最大の緑地となった。開園後、公園は FDR ドライブや サウスストリートの拡張などによる様々な開発で縮小した。それにもかかわらず、公園は特に川からの微風が吹く夏の数ヶ月間、ロワー,ーイーストサイドの住民に憩いの場を提供している。アメリカ同時多発テロの後、市は破壊された円形劇場の再建を行った。新しいサッカー場もこの時に建設された。 米国の至るところの会社が材料を寄贈し、プロジェクトは記録的な時間で終了した。このプロジェクトはテロで親を失った孤児に捧げられた。2008年には、市公園財団が周辺の地区に公園がさらに良くなるよう、自由な音楽、ダンス及びシアターアートを園芸劇場で計画した。最初のパフォーマンスは、ファイアリー・ファーナセスによるコンサートで1500人の 観客を集めた。KRS-1 やウィリー・コロンも2008年にパフォーマンスし3000人以上の観客を集めた。ありがとうございます。